また途絶えてしまいましたね、我々の声優が。七尾だよ。今日の動画は、それは僕が家電量販店にギャルゲーをやるための Windows PC を購入しに行った時の話です。なんだけど、ついでも見たかもしれないけどさ、僕はなんか R18 系のギャルゲー、エロゲーをやってみたいなっていう風に最近思い始めてきましたね。なんかそういうなんか時期なんでしょうか。今年の夏僕は性欲がやばくなるよっていうことはみんな知ってると思いますけども、その一環なのでしょうか、ギャルゲーをやろうと思ったんですけどね。そのために僕はわざわざ家電量販店に駆けずり回りまして、その Windows PC を買ってる最中ですよ。急に DM がなんか100通ぐらい来て、てかさ、どうでもいいんだけど、話かもんだけどさ、そのなんでギャルゲーやるためだけにさ、なんか15万ぐらいする PC 買わなくちゃいけないなと思ったんだけどさ、そのなんかネットカフェとか行ってそのパソコンでなんかギャルゲーのソフト入れればいいんじゃねみたいな感じで思ったんだけどさ、ネットカフェの PC に自分のさギャルゲーのソフト入れてさ、なんかダウンロードするのって結構なんか違法っていうか、なんだろうね、 YouTube であんまり言えないコンテンツじゃないですか。 YouTuber として最近残ってて YouTuber 大変だからね、もしかしたら僕もタッツみたいに撮られちゃうかもみたいな感じでさ、やめて、やっぱり僕はやっぱりギャルゲー用にやっぱり15万の PC を買おうと思ってその PC を買ったわけで、しかもね、何が面白かったんだね、その僕最近のさ家電量販店の店員さんってさ、家電を買う時になんかさ、自分の私物のスマホを使ってなんかそこのバーコードを読み取ってなんか在庫確認とかしてくれるんだけどね。僕その人のねスマホをちょっと盗み見たんだけどね、なんかね、なんとその人のアプリの中にね、クリップブックスっていうね、YouTube の音楽を無料でダウンロードするちょっとグレーなアプリが入ってたっていうのは、ここだけの話なんだけどっていう感じで、今日の動画なんだっけ、 PC を無事に買ってきた瞬間に僕は見たわけで、僕のツイッターになんか30通ぐらいの DM が急に来て、え、何と思って、なんかついに僕もさらし系 YouTuber にさらされたと思って、ちょっとなんか DM 見るの勇気いるなと思って、ちょっとトレンドを見たら、なんかトレンドの中にね、裏切りのグレンゲって書いてあって、なんか裏切りの夕焼けみたいに言わないでみたいな感じでさ、じゃあ、デイユラーエララーエララーギバー、冷静にこれはデイユラフだね。ね、このタイトルを見た瞬間に僕は思ったわけですよ。リサの方が不倫したみたいな、ミュージさんみたいな感じで思ったんだけども、やっぱりそこが週刊誌のネーミングセンスだよね。なんかどっちでもよかったんでしょうね。タッツンがなんと不倫、ちょっと読み上げますか、この動画撮るのすごい悩んだって言いますかね。あ、けどあんまり YouTube で言ってないけど、個人的にね、結構僕にとってタッツンさんって命の恩人なのね。なんでかと言いますと、僕YouTube 低迷時代、1年間かけても YouTube のチャンネル登録数が40人しかいかなかったっていうさ、底辺 YouTuber 時代の血眉系 YouTuber 時代ね、迷惑系 YouTuber、 晒し系 YouTuber、 なんか人のスキャンダルとかを報じてで人気を取ろうとする YouTuber になろうと仕掛けた時があったわけですよね。まあ正直言うと今もそれなんか延長線上みたいなところがなきゃ、まずちょっと見ないで、それで一番最初に僕の動画で1000回再生いったのがタッツンとリサさんの結婚。ちなみに皆さん、動画はもう見ないでくださいね。決まったのか知らないけど、時代僕なんか自分の顔面で打て落としたのか知らないけどさ、なんかカラコンつけてんだよね。怖い、やめてしかもちょっと水色っぽいの僕が声優系 YouTuber になった発端は、ノブ君のスキャンダルの時の動画をした時にバズったから、みんな僕がなんか声優系 YouTuber になったかって思ってるかもしれないけども、動機が最悪すぎてやばいんだけど、さっきからさ、僕が一番最初に僕の好きな声優さんっていうコンテンツがみんなも好きなんだ、この声優さんの話をしたら動画がちょっとはみんな見てくれてるんだっていう風に一番最初に気づかせてくれたのはタッツンなわけですよね。だからこのタッツンを悪く言うような記事は僕正直見たくないという思いはありつつも、やっぱりなんかね、それこそ勝手になんか恩を感じて、なんだろうね、タッツンが好きだから動画にしませんみたいな、それでこそなんかタッツンさんの関係者ぶってる感じがして、なんか気持ち悪いからさ、なんかこういうなんかやっぱり一ファンと言いますか、なんか中立を守ると言いますかね、中立の立場、何が面白いの。いや、まだトレンド入ってるタッツン、田中圭もやべえしよ。まあ記事を全部読み上げることはできませんけども、この記事でなんか分かる言葉と言いますと、タッツンさんがそのリサさんがライブに行ってる間に、そのファンであった A さんを自宅に呼び寄せて好意に及んで、好意か、これ自宅かな、ホテルかな、まあどっちでもいいんだけど、でこの A さんもなかなかやばくてですね、この見た感じだけど、このね写真でも撮られてますけども、この写真に撮られてる手に持ってるのがなんかアニメイトのグッズっぽい、あとファッションがどう考えてもちょっとなんかそっち系だべみたいな。とりあえずこの A 子さんの可愛さのところと言いますと、ね、このちょっと文集に載った瞬間にファッションセンスをなんかもう根底から批判されるみたいな、ね、そこはちょっと同情したんだけど A さんにね。でもちょっとだけこの A さんのファッションね、僕嫌いじゃないんだよね。これタッツンって本当にかっこいいの。不倫も問題になってますけども、この不倫以前に一番問題になってますから、フリーの新曲のデモテープを聴かせてもらったととてもご機嫌でしたと A さんの知人だ。このさ、この A さんがやっぱりツイッターの裏側でなんかこうやってなんかタッツンのこと、タッツンといることをなんかベラベラ喋っちゃう、なんかそういうナラシストみたいなところがあるわけです。イカズチをみんな大好き、しかも出す時期がうまいですよね。このそろそろフリーのなんか映画なんか出ますよね。その時期に合わせてこの記事を出すっていうところが、そこさすがに憎めなって言いますかね。憎めなくはないわな、普通にね。すごいゴタップで広告ついちゃう、もううざい。あ、突撃してる、かっこいいとは言いつつ、なんでこんな声優さんのファッションセンスってこんな成金っぽいんだろうね。なあ、もうタッツンで応戦っていう言葉使わないで。タッツンに直撃した後に、この直撃から30分後やばいとつぶやいた A 子さんは、鍵付きアカウントでこれまでつぶやいてきた鈴木に関する投稿すべて削除とか頭悪くない A 子さん。しかもこの人もなんか某スタジオって言ってるんだけど、このスタジオっていうのか何なの、声優関係者なのかな、アフレコ現場なの、それともなんかそのタッツンってバンドやってるんじゃないかな、なんかこうデラックスみたいな、なんだっけ、ちょっと読めないんだけど、で思った言葉と言いますと、今までのさ声優さんの分身だったらさ、なんだろうね、マダさんとか、あとなんだろうね、ノブ君の時も思ったけどさ、不倫とかいう記事が出てもさ、やっぱりさ、なんかそもそもなんか週刊誌で信憑性がないみたいなところもあったんだけどさ、それでもやっぱなんかさ、あんまり声優さん叩かれなかったじゃん。信者って言葉はあんまり好きじゃないけどさ、その声優さんにさなんかダメージと言いますか、
さ、おいおいおいみたいなことなく強い言葉を使う人あんまりいなかった印象なんだけど、このタッツに関してはちゃんと戦えてんね。タッツなんかこの後も当たり前のようにツイートしてるわけですよ。何事もなかったことにこのなんとかのコダックみたいなこのバンドのリリースの情報だとか、あとこの気管支にお茶が入り引くほど咳が止まらず、何これ。でこのつぶやきに関してのコメントがとりあえずどうなってるのか説明しろみたいな感じで、やばい、7Z とか言ってる、 7Z とか言ってる、やばい。タッツのさ歴代のキャラクターの画像を貼っつけてるわけですよ。ノクティス貼ってるよ、悪い、やっぱつれえわ。なんといってもなんか叩かれる原因の一つなのかもしれませんが、このねリサさんがめっちゃ人気なんだねってことね。海外問わずリサさんがめっちゃ人気で、その不倫報道においてなんか海外の方からもなんかタッツーに対してなんか英語でなんか批判が来たりだね、あと中国語で批判来たりね。まさか鬼滅効果がまさかこんなタッツーにあれは鬼滅の刃にタッツーに出てたっけ。まあもう出ることはないでしょう。この記事が出ることは分かってたと思うんだよね。なんかちょいちょい前からなんかタッツーのさツイートの様子がおかしいっていうのはちょっと僕も思ってましたからね。この3日前、周りの声にビビって当たり障りのないことを言うより真意を持って発言して笑われてる方が俺の性には合ってます。ピエロ上等、興味持った作品に触れてくれる方が嬉しいからね。これは普通に音楽の話かな。記事に対してのコメントではないかもしれないけどね、これが記事に対するコメントだったらちょっとさすがにビビるんだけどね。 YouTuber とかアイドルもね炎上したらさ、その次の日になんかペットが死にましたみたいな、そういうさ動画を出しがちでございます。うん、何の話でございましたっけ。なかなか厳しいですね。あとやっぱキャラクターに影響が出ちゃうぜですね。皆さん、裏切りのグレンゲ、背徳のホムラ、フリーが相まってフリーンとか、なんか下半身フリーとか言われちゃったりしてね、うまいこと言っちゃってみたいなね。森の妖精の具現化かみたいな感じでさ、キャラクターの立花誠の中の人がさ不倫してるとはさ思いたくない気持ちわかります。なんか強欲の罪とか言いながらもさ、結局なんか恋愛関係においてエレン一筋みたいな、そういうなんかさ、なんか強欲と一筋のギャップが魅力だったバンの中の人が実際浮気してましたみたいな、せっかくのギャップ萌えがみたいな感じになる可能性があるみたいなね。うん、ちょっとこれは僕の考えすぎ。相手の女性のファッションの叩かれ方すごいんだけど、いつも同じカバン持ってて貧しいのって言われてなんかウィキペディアも荒らされてるみたいですね。職業、声優、歌手、不倫だ。面白いのこんなことした。鈴木達下の不倫で学ぶべきことは、鍵垢のフォロワーを信頼してはならないということです。今タッツンドラケンもらってんのかね。これでどうすんの、タッツンとリサさんが離婚したらさ、リサさんのオープニングの曲でタッツンが出たりしたらなんかもうカオスカオス、まあ逆に見たいけどみたいなね。でも思ったのも、意外となんかリサさんとタッツンが結婚してる事実を知らない人がすごく多いっていう。不倫声優センターで作れるレッドノブくん、ブルー駒田渡る、グリーンタッツン、イエロー浪川さん、ピンク千原みのりさん、こう思うと結構いるもんだね。なんかタッツンが今までの不倫報道とは違ってすげー叩かれてる原因としては、やはりフリーのデモテープを渡してしまったこと。リサさんがすごい思った以上に国内外からのファンが多くてですね、海外からも言われてるみたいなね。なんか2、3ヶ月後ぐらいにタッツンと江口さんが2人でバーでなんか声優も行きづらくなったものだねみたいな感じで酒を飲み交わせてる姿がすごい想像できるのは僕だけ。声優さんの不倫とかでなんかワーキャーワーキャーなんか騒ぎ立てる習慣話も増えましてね。ミュージシャンと声優言ってしまえばもう役者ですよね。そのカップルなんだから、そりゃもう不倫の価値観がさ、我々一般人とは違うのかもしれません。まあ正直僕はさ、そういうなんか不倫とか不貞行為みたいなのが芸の肥やしになるとは全く思わないんだけど、もしかしたらなってるのかもしれませんね。もしかしたら不倫なんてお互いにとっては何とも思わないみたいなね。そもそもだけど、タッツンさんが不倫しないわけなくないみたいな風に思ってた人も多いぐらいじゃないですか。あの人声優でありながら、昔でもグラビアアイドルとしてなんかラジオやってるみたいな、本当に意味わかんない、なんか異次元の声優さんだったじゃないですか。下ネタばっかりでタッツンさんですけども、なんか実際結婚した以上はみたいな感じでさ、その、まあ言ってしまうギャップだよね。やりまくってんだろうなみたいな感じの印象だったけどさ、いざ結婚したら結局は一途になったんだねっていう印象で、なんか一気に今までの下ネタがさ、いい意味でなんかギャップになって、タッツンの魅力になってたかもしれませんけどさ、知りませんけども、実際不倫しちゃったら、そのギャップは何だったんだみたいな、あのギャップ萌えを返せみたいな感じの税が現れるのかもしれませんねみたいな感じで、今すごい思った。もしかしたらこれからさ、タッツンさんがこれからはさ、もうラジオとかでさ、下ネタ安易に言えなくなっちゃうんじゃないかっていうのが今僕一番怖いですわ。タッツンの前でさ、下ネタ NG みたいなね、不倫したからもうちょっと下ネタが笑えないからみたいな感じでさ、ラジオとかでさ、なんか下ネタがあったらちょっとバグ凍りつくみたいなのが見えてきちゃった。どうせ声優ファン的にはそれが一番怖いわ。下ネタが言えなくなったタッツンって大丈夫そうみたいな感じ。しかもそもそもだけど、声優界隈全体がさ、なんか下ネタに頼ってるところはなくてしまうじゃない。こんなこと言って大丈夫かな。その中に一人下ネタが話せない人がいるってだけでちょっと場が凍りつくかもしれませんね。まさかそんな本人にタッツンがなると思いませんでしたね。僕ね、それでどの意味か、僕にタッツン、なんか今すごい思い出してきて、タッツンと僕の思い出、僕がなんでタッツンがすごい好きかってね、ある程度売れたらさ、声優さんってさ、何番手以下のキャラクターはやらないみたいな感じでさ、俳優とかだったらあるじゃないですか。もう一回売れたんだったらもうモブはやりませんみたいな感じで。でもさ、タッツンって昔から結構すごい人気だったのね。意外と僕はなんかモブもやるイメージと言いますかね、ちょっと全然思い出せない。早期のファブラーとかそうじゃない。それが僕すごいなんか素敵というか、命かけてるんだなっていうふうに思ってたっていう、今なんでこんな急に話ぶっ込んできたんだって感じなんだけど、なんか声優の不倫が盛り上がるこのご時世で一つ言いたいのはさ、やっぱり声優が不倫した以上、そのキャラクターのことをさ、素直に見れなくなっちゃう。立花誠くんの中の人が不倫してたら、立花誠くんが綺麗に見えませんわっていうふうに思うかもしれませんけど、アニメだ、そのキャラクターが好きだったらそのキャラクターだけを見ればいい。そのキャラクターの中の人の首を突っ込んだのもあなたの自己責任みたいな。声優さんとか中のさ、人とかの性格とかを知る機会に首を突っ込んだんだったらさ、多分その自分のことが好きだって思うんだよね。全然文が成り立たないんだけどさ、わかります？僕もね、結構偏見強いタイプなのね。声優さんのラジオでのなんか立ち
振る舞いとかさ、どれくらいなんかギャグ線が低いか高いかみたいな、いつも滑ってるのか、後輩に気を使わせるタイプの声優、大御所声優なのかみたいな感じで思ったら、その人が演じるキャラクターが一気になんか説得力とか感じなくなっちゃうタイプの人間なんだ僕。でもね、そういう風になんかさ、キャラクターのことがちゃんと見れなくなっちゃってる自分のこともそんな嫌いじゃないのね僕。わかります？声優さんのパーソナリティしちゃってるけど、もうキャラクターのことが純粋な目で見れませんって言っちゃってる、みんなさ、そう言ってる自分のことも結構好きじゃない？そこを楽しんでる自分を一回認めてほしいと言いますかね。そしたら少しはなんか声優さんもなんか表立って恋愛していいと思うし、週刊誌で捉えたところでそんなダメージを食らうべきでもないんじゃないかっていう風に、野村君とかにラジオとかでオラオラ言ってるのにさ、なんか不倫騒動とかでもしかしたらなんか地に落ちたのかと思うと、ちょっと若干興奮するみたいな。僕あのさ、底打ちニコマが好きだって言ったじゃないですか。今現在もしかしたらずっと僕あのたっつの底打ちニコマを見てるような気持ちになってるところもなくにしまらったのね。あの大量に診察されるイヌピーですよ。YouTuber が炎上したらさ、その YouTube のコメント欄が大好きな人っているじゃないですか。僕も YouTuber バージでそうでした。全然そいつだとは全然同列ではないんだけど、なんだろうね。もっと素直に自分の楽しみ方を認めてもいいんではないかっていうふうに僕はねすごい思うんです。多分これね誰にも伝わってないと思うんだよね。タッツンがいいとか悪いとか家庭の事情なんかタッツンの振りにびっつくなできるのが正しいのか、アニメのキャラクターを演じている以上そのキャラクターになんか影響が出るからプライベートでも責任を持つべきだっていう意見が正しいのか、正直僕にはそんなことは分かりませんけども、これは本当に言いたいのは、影響が出ちゃってるのもね楽しくないみたいな。影響が出ちゃってキャラクターのことが純粋に見れないのも楽しくないみたいな。楽しんでるでしょみたいな。代表ずらしたいわけではないけどね、キャラクターに影響を及ぼすようなことをしてもファンはそこまでは、見方は変わっちゃうかもしれないけどね、ダメージではないと思う。関係者様に迷惑をかけるのも絶対ダメだと思いますけどもね。あの人間関係から喋り方までなんか全部気にしていくちゃいけないっていうほど、なんかそこまで窮屈に生きないでほしいなっていう風に僕はねこのタツンのニュースで一つ思いました。うん、見方が変わっちゃうことも楽しいよ。なんか言いたかったことが2割も入れてない気がするんだけど、まあ、うん、ちょっと僕8月1日のお楽しみがあるんで、ちょっと皆さんもう今日の動画は以上です。はい、それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントしてください。世界から見られます。誰かコメントのおなじみ7公式グッズで3つ配信ですか、概要欄からチェックしてね。7公式ツイッター、インスタグラムは家電量販店の店員講習くため。それではまた来週も見てくださいね。じゃんけんぽん。